6月25日に行ってきたイベントがありまして、声優さんのユニットのイベントなんですけど、シエルっていうユニットがあって、で、このファンミーティングの第2回目っていうのが行われたんで、行ってきました。シエルっていうのは、同じ事務所に所属する、4人の声優さん、春村奈々さん、大倉紬さん、七海心さん、天野さとみさんっていう4人で結成してるユニットで、始まったのは今年の4月かな。で、マリンエンターテイメントがプロデュースしてるユニットで、で、まあ、マリンエンターテイメントってアニメートの関連会社なんで、イベントやるのはアニメートの、新しくできた池袋のアニメートの地下にアニメードシアターっていうですね、200人ぐらい入る、劇場があるんですけど、そこで、イベントをやるっていう、まあ一応そこ、今のところのコンセプトはそんな感じかな。そんなイベントじゃねえや、ユニットです。で、まあ私も、まあ何人かの方、お名前知ってるし、注目してる方が、参加されてるユニットなんで、第1回目の、ファンミーティングも行ったし、今回も行ったしっていう感じです。で、まあ一つはやっぱり4人とも同じ事務所っていうのが、形としてはすごくいいのかなっていう気はしますね。まあ、最初の時は、本当に同じ事務所とはいえ、なかなか、まだ交流がなかったりっていう人たちもいたみたいなんですけど、まあ、結成して、イベント1回やって、2ヶ月経ってっていう感じで、絆が深まったなっていうのは見てて思いましたね。なんていうか、ちょうど4人ともいわゆる同期の人はいなくて、多分1年とか2年とかずつ、世代が違うんですよね。先輩後輩なんですけど、まあ、それだけど、すごく、リラックスした感じがあって、トークしたりゲームしたりとか、してたなっていうふうに思いました。で、特に大倉さんが一番後輩なんですけど、彼女が結構勢いがあるタイプで、その彼女が遠慮しなくなってくると、やっぱり先輩たちも面白くなってくるかなっていうふうには思いますね。なんかね、流水が好きらしくて、流水ってなんか、本当に街の中にある、例えば、なんだろうな、神社のところにある湧き水みたいなものとか、なんかそういうのが好きらしくて、その話をかなり熱く語ったりとかですね。まあ、もともと多分野球が好きで、まあ野球に関する番組に出てたりとか、っていうのは、まあ名前は聞いたことあったんですけど、その辺もあったり、結構面白い人だなというふうに思いました。特にまあ、第1部、第2部って2回公演があったんですけど、第2部の方でツッコミワードを言うっていうゲームがあって、で、大倉さんのお題がなんだっけな、今は令和ですよ、みたいなツッコミをしてくれっていうので、3人が、まあ、いろんなボケをするんですけど、その中で天野さんが切り番って言った時に、大倉さん切り番って何ですかって言って、その時はですね、メンバー、ステージのメンバーもそうだけど、客席も結構ですね、衝撃でしたね。あ、そうか、切り番ってもう知らないんだっていう。で、その後、春村さんがいろいろ説明してくれた BBS がって言ったら、BBS って何ですかって言って、まあ、BBS も知らねえよなと思ってですね。なんかその辺、そういうなんかジェネレーションギャップがナチュラルに出てくるってやっぱ面白いなと思いました。っていうのと、あと、やっぱりネットの文化って確かにその時その時のもんだなっていうことは感じましたよね。アニメとか漫画とかって後から遡って見れるじゃないですか。今アーカイブで配信されてたりとか、まあ、ゲームなんかもアーカイブとかあるから、で漫画とかは本当に30年とか40年とか前のが読めたりするし、なんだけど、
インターネットの文化ってどん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 変わっていくから、その時リアルタイムで経験してない人にとっては何のこっちゃわからないと思うんですよね。多分だってミクシーとかやったことない人にはミクシーって言われ、とか言われても、ミクシーってまで一体どういうものなのかっていうのが多分ね、ピンとこないと思うとかっていうことを、なんかそういうことも感じたですね、イベントでした。いや本当、そのイベントの挨拶の中で、春村さんが一番先輩で、その春村さんが、後輩がのびのびやってるのが嬉しいっていうふうに、お話ししてたんですけど、本当にそういう場が作れているっていうのは、同じ事務所で、結成したユニットならではなのかなっていう気はします。そう。で、これからも、活動を続いていくし、で、シエルは楽曲を、作る、歌を、作るっていうことは決まってるので、いつかね、歌ったりするイベントもあるだろうし。で、同じようにそのマリーエンターテインメントが、プロデュースして、で、同じかアニメートシアターで活動しているユニットってのはあと2つあるんですね、女性声優さんのユニットは。だからもしかしたらいつか、各ユニット楽曲できたら合同でライブやるとかね、もうちょっとアニメートシアターよりも大きい会場で合同でイベントやるとか、可能性はいろいろあるんじゃないかなっていうふうには思ってるんで、これからも注目していきたいなっていうふうに思ってます。そんな感じですかね。